このこれだけがどれだけ難しいかなってお前には分からねえだろ。だから俺の作品盗むのか。陽ちゃんが好きなんだよ。キスしよう。キスダメだ。陽ちゃん、お前全然帰ってこねえから中の様子伺ってたらキスするって。陽ちゃん、キスはやめてくれ。え、こいつがさっき言ってた6年前の俺だよ。6年前の陽ちゃん、キスだけはやめてほしいんだ。昔の陽ちゃんってこいつ、うん、顔が全然違うじゃん。過去と今じゃなんかいろいろずれてんだよ。何言ってんの。なんでキスしちゃダメなの。なんかダメな理由でもあるの。ある、あるんだよ。何。こいつ彼女がいるんだよ。わかるだろう、彼女がいるんだよ。だから、だから、だから二股だろ。こいつ二股かけてるんだよ。最低だろ。最低なのはお前だよ。え、だってこいつトシがいるのに付き合ってるやつがいるんだよ。陽ちゃん。陽ちゃんじゃないよ、シュンだよ。何、お前最低だな。陽ちゃんち行ったの。だってだってもクソもあるかよ。こいつ本当に最低のブレブレ野郎なんだよ。陽ちゃん。陽ちゃんじゃないって、シュン君だよ、俺の元彼。え、今はただのストーカーだけど。元々付き合ってたやつが今俺のストーカーみたいになっちゃっててさ。え、お前なんで入ってきたんだよ。キスって言葉が聞こえて。お前ほんと最悪だよ。お前のせいで俺の人生ぐちゃぐちゃだよ。ごめん。でもお前陽ちゃんち何しに行ったんだよ。え、陽ちゃんがこれ盗みに来たの。お前の幸せなんだな。お前ほんと最悪だよ。何、何が起きてんの。元を正せば全部俺のせいだったのか。何が。彼は6年前の陽ちゃんではなく俊君なの。顔が全然違うんだから騙されないでよ。え、だって稲妻走るの原稿を知ってんのは。ごめん、それは俺が話したの。ほくろ、ここの横にあるほくろ。俊、そんなとこにほくろなんてないでしょ。どうせ自分で何かで書いたんだろ。ごめん。え、なんでこんなことしたの。どうにかお前を陽ちゃんの手から奪い返したかったんだよ。やり方が姑息すぎるだろ。なんで泥棒なんてさせたんだよ。幻滅させたかったんだよ。何、え、一体何が起きてんの。え、お前6年前の俺じゃねえの。そう、お前に聞いてんだよ。やめろよ。そうだよ。なんだよ6年前の俺って。顔違いますよね。なんでうちの鍵持ってんだよ。いつも電気メーターの上に置いてるだろ。なんで何でも知ってんの。俺がいつも陽ちゃんのこと話してたから、それで覚えちゃったんだと思う。え、途中からトシの言ってることをメモってたんだよ。トシが陽ちゃんの話ばっかりするからおかしいなと思って。そしたらこのメモ帳お前の話でいっぱいになっちゃったんだよ。はあ、だから俺が振られた時考えたんだよ。どうやったらこの二人を引き裂けるか。最低なのは分かってるけど、どうしても許せなかった。二人が付き合うのだけは。は？俺はトシと中学の頃から付き合ってるんだ。トシ以外見向きもしたことがねえ。なのになんだよお前、夢が一緒だったってだけでなんでお前なんかに取られないといけないんだよ。シュン君、こいつ女と付き合ってるんだよ。聞いたんだよカツ君から、こいつ女と付き合ってるって。なのにお前とも付き合ってるってさ、言ってるじゃねえかよ。は？とにかく帰ってよ。シュン君とはまたちゃんと話す時間作るから。そうやって逃げ続けてるじゃないか。とにかく帰って。俺は二人が別れるまで帰らないぞ。ちょっと待って、ちょっと待って、付き合ってるって何。この後に及んで言い訳。付き合ってるっていうのは誰と誰。もうやめろよ。俺と陽ちゃんだよ。え、こいつさ、しつこいストーカーだからさ、だからそういうことでこいつに分からせて諦めさせるためにさ、言ったんだよ。え、だから俺たちは付き合ってるって。いや、いや、付き合ってるって。いや、なんで俺じゃダメなんだよ。シュン君がダメなんじゃなくて、陽ちゃんが好きになっちゃったの。だからそういう意味では
もうシュックにはダメなの。でも俺たちはいつも一緒だったじゃないか。世界で二人だけだったじゃないか。そんなことないから。絶対そうだったじゃないか。シュック付き合ってないよ。え？ようちゃん、だってここまで本気の人に俺そんな軽い嘘つけないよ。でも俺たちは付き合ってないよ。え？それどころか俺はトシが俺のことを好きだってことも知らなかったんだよ。トシが男性を好きだってことも今日今知ったんだよ。え？だって俺は一生言わないつもりだったんだから。どういうこと？だからそのままの意味だよ。俺たちは全然付き合ってないんだ。え、付き合ってないの？でもキスって。キスは成り行きだよ。成り行き？その成り行きあるの？あるんだよ。ようちゃんがここに俺の作品盗みに来なければ、俺が告白することもキスの話もするつもりなんかなかったんだよ。え、じゃあまさか俺が幻滅させようと思ってやったことが、まさか俺のせい、全部俺のせいなの？お前だけのせいじゃねえよ。俺のせいでこんなことに。俺も変な嘘ついたから。お互い様だよ。お前何にも言ってなかったの？付き合ってなかったの？うん。俺のせいでトシがずっと大切にしてきたものを壊しちゃったってこと、俺のせいで。俺も悪かったんだよ。トシ、何やってんの？あ、ヨウちゃん。あと過去のヨウちゃん。はぁ、何やってんの？カツくん。何やってんの？明日9時に店で待ち合わせだからな。絶対来いよ。ああ、何やってんだよ！どんだけ待ったと思ってんの？ごめん。あ、ごまっち。ごめん。ヨちゃんうちにいた。ふざけんなよ、お前。俺たちにどれだけ迷惑かければ気がするの？死ねよ、気持ち悪いから。何が気持ち悪いんだよ。